これから東京理科大学工学部建築学科の説明をさせていただきます。工学部は社会の役に立ち人と生活を支えるものづくりを最先端の技術で実現します。工学の中心となる建築、工業科学、電気、情報、機械に関する専門分野を第一線で活躍する教員とともに基礎から応用まで実践的に学びながら分野を横断して研究します。この中で建築学科はハードソフトの両面から自然、人間、社会の調和した環境の基盤を創出、保全するための知識、能力を身につけるため、計画、環境、構造に関する専門教育を中心として、バランスの取れた総合的な教育を通じて、真に社会に貢献できる、人間性豊かな技術者、設計者となるための、学問的基盤を身につけた人材を育成する学科です。学科の特徴です。技術者の根幹となる基礎教育を徹底していること。計画、環境、構造の3つの部門を専門教育の柱として、専門性を深めていくこと。実社会での技術革新に対応できる素地を育成する教育を行う体制となっていることが特徴です。カリキュラムです。1年次は必修である設計基礎、力学、図学、数学などの科目により、建築学の基礎を学びます。2年次は建築デザイン、広報計画、世界建築史、建築空気環境、構造力学など専門領域の基礎を固めます。3年次の特に後期からは計画、環境、構造のいずれかに重点を置いた科目を履修し、より専門性を強めていきます。4年次は卒業研究や卒業制作を履修し、各自のテーマについて論文にまとめます。授業は講義形式だけではなく、知識を応用する訓練を積むための各種の実験・演習科目を多数実施しています。計画系演習としては、デザイン的・造形的素養を育むことを目的としたデザイン演習や、建築設計における製図能力・模型作成能力を磨く設計基礎などがあります。環境系実験演習としては、建築環境の熱、光、空気、音などのやり取りによる物理的・心理的現象に関する各種の測定・シミュレーションなどを行います。構造力学、建築構造材料に関する学習内容を実験を通してより一層深く理解することを狙いとして、郊外での経験も含めた実験演習もあります。また設計製図は、講義や実験演習で学んできた専門知識と専門技術を総合して、与えられた設計課題に独自の回答を出すという主体的総合演習科目です。講義、実験、演習科目を通じて実践的な力を育成していきます。続いて建築学科の研究分野をご紹介します。研究分野は計画、環境、構造の3つからなります。計画分野は、豊かな暮らしを営むために必要な様々な空間をプランニングの立場から総合的に捉える分野です。建築計画、都市計画、設計計画、広報計画、歴史意匠などがキーワードになります。環境部門は、熱、光、空気、音などのやり取りによる物理的・心理的現象を理解し、環境負荷の少ない快適空間の構築を目指す分野です。構造分野は、建築物がどのような外力を受けるか、それらに対して安全性をどのように確保していくかを研究、技術開発、設計していく分野の総称です。それぞれの研究分野の研究室を少しご紹介しましょう。まず、計画分野です。伊藤研究室では、建築や都市デザインの歴史について、芸術、文化、技術、生活、社会、経済などの側面から総合的な調査研究を行っています。近年では、歴史的な建物や街並み、景観を生かしながら、環境に優しい街づくりをしていこうという動きが見られますが、こうした歴史的環境の保存・再生計画についても積極的に取り組んでいます。環境分野の倉持研究室です。室内空気環境の維持に関する研究を行っています。風洞実験、
数値シミュレーションによる通風量の計算モデルを開発したり、近年の高気密集合住宅に適した換気システムが派生する諸問題の解決に取り組んでいます。構造分野の伊藤研究室です。従来の耐震安全性だけでなく、冗長性やレジリエンスといった新しいキーワードを設計工学に取り入れるための研究を行っています。従前の構造学の概念にとらわれず、自然素材を生かした建物や生産性、意匠性を意識した建物の開発、エネルギー、電気、通信などの分野を横断した学際的研究にも挑戦している研究室です。卒業後の進路です。6割以上の卒業生が大学院に進学し、さらなる研究を行います。右側は大学院の建築学専攻を修了した後の主な就職先ですが、建設会社、設計事務所、不動産業、公務員など専門的な領域で活躍しています。当学科は JR 常磐線金町駅から徒歩8分の葛飾キャンパスで4年間学びます。葛飾キャンパスは2013年度に開設された新しいキャンパスで、先端融合分野を研究するイノベーションキャンパスとして整備された環境で学びます。以上で東京理科大学工学部建築学科の説明を終わります。ご視聴くださり誠にありがとうございました。